54ハウジングマニアのおねんねです。ツイッターもよろしくお願いします。お役立ち情報を発信しています。今回は可愛い紫の部屋を作ります。また染色をするときに気をつけていることについてもお話ししていきます。では作っていきます。まずはマーブルアーチパーティションを置きます。スプリングフィールドパーティションは花が壁から出るように置きます。シラウドピラーを置きます。床をザナランフローリングにしておくと中心線を取りやすいです。ウッドスラットパーティションをこのように置きます。今まであまり紫の部屋は作ったことがないのでトライしています。ピラーと壁を使って部屋を仕切っていきます。今回は居室というよりスタジオに近い部屋です。写真映えするように部屋の作りはシンメトリーにします。は使わないパーティションを出します。倉庫から窓を出し、窓を置きたいところでゲームパッドの人は X ボタン、四角ボタンを二度押します。マウスを使っている人はアスタリスクキーを2回押します。でうまくいかない場合などについての詳細はこの動画を見てください。ホワイトハーフパーティションを置きます。ウォールブックシェルフとホルタンソファーを置きます。白金椅子を置きます。ロイヤルパーティションをこのように置きます。ロイヤルパーティションは和風にも洋風にも使えて便利です。スワッグバランスカーテンをこのように置きます。バランスが良くなるように高さを調節します。このカーテンはこのように半分しか使わないのもおしゃれです。ご用邸のハープを置きます。蓄音機を作ります。これはナスさんという方がツイッターに投稿なさったアイディアです。ご用邸のホルン、ウルダハンストロングボックス、シュラウドフロアランプを組み合わせます。ナスさんのツイッターはこちらです。素敵なハウジングをされています。仮で染色します。結局これは後でボツになりました。染色を最後に一気にまとめてやると時短にはなりますが、途中で染めてしまう方がイメージはつかめます。特に普段あまり使わない色を使うときにはそうしています。微妙な部屋でも染めてみると部屋の統一感が出てグッと良くなることもあります。行き詰まったら染色してみるのも手ですね。入り口付近を作っていきます。今の作っている部屋がいいかどうかわからなくなったらグルポを使うといいです。
客観的に部屋を見ることができてとてもおすすめです。部屋の西側にも窓を取り付けます。私は定期的にピグメントを掘ってきて染料を自作しています。染色してから部屋がイメージと違うと染料を大量に使うからです。そのくらい余裕を持って染料を確保しておくと落ち着いて家具を染色できます。この後色を大幅に変更しました。小物を置いたり床を張り替えて完成です。家具設置数は65でした。新しくハウジング専門ブログを作りました。お役立ち情報でいっぱいなので概要欄から見てください。他にもたくさんのハウジング例を紹介しています。チャンネル登録して一緒にハウジングを楽しみましょう。ではまたねー。